コラボから訴えられて、周囲から祝福された男。今回は、エコーニュース音なしホムラ様を、こすっていきたいと思います。エコーニュースと聞くと、YouTube チャンネルやホムラちゃんのツイートを、連想する人が多いかもしれません。ホムラちゃんは美少女の皮をかぶっていますが、足を使うタイプの本物のジャーナリストです。Twitter ではいつも、公文書を頑張りしてる印象があります。この界隈、美少女の皮をかぶったやべえやつ、多くね、ホムラちゃんのツイートから引用します。ぶっちゃけ私2014から2017ぐらいまでの、大臣と知事のスキャンダルなら、一番書いてると思うわよ。でも今は支持団体に興味があるの。マス添えの美術品書いたのも、外国特派員協会で詰めたのも、私だわ。都知事の辞任直前に結構テレビで放送されてたな。ホムラちゃん、口調が、最後巣が出てるわよ。というわけでツイッターの二次元美少女ジャーナリスト、という肩書きは割とガチです。エコーニュース R というニュースサイトでは、共産党と強いつながりがある二刀流目の様とコラボに関する記事が、パート47にわたって公開されています。パート47はさすがに、さ。もう完全にコラボをロックオンしてますね。コラボサイドもビビってそう。わざわざ訴えるということは、裏を返せば脅威だと思っているからかもしれません。ちょっと私もまだ全部は読めてないんですが、興味がある方はぜひ読んでみてください。というかエコーニュース R を宣伝したくて、この動画を作ったと言っても過言ではありません。二次元アイコンなので緩い印象を持つかもしれませんが、やってることがガチのジャーナリストですね。そしてホムラちゃんが提訴されるという情報が出た時、ホムラちゃんはなぜか周囲から熱い祝福を受けました。超えちゃいけないラインの近くで、高速で反復横飛びしていたようなものですからね。それではエコーニュースに対する皆様のコメントを一部紹介します。皆様たくさんのコメントありがとうございました。紹介できなかった方々もご協力感謝いたします。リーガルバトルに勝っても負けてもホムラちゃんの取材結果が法廷で公表されるのは胸アツですね。コラボが底なし沼に足を踏み入れた感、コラボたちは勘違いしてたんだ。自分たちこそが駆られる側だってことに、コラボは飛んで火にいる夏の虫ならぬ春の虫でしょうか。相手威嚇のつもり、エコニュ仮の時間だ。勝ってこれまでの取材が報われてほしい。訴えられておめでとうの声が殺到するなんて前代未聞やで。コラボにはエコーニュースという地雷源で盛大にブレイクダンスして華々しく散っていただきたい。今まであえて訴えずにひたすら調べてきた側と、散々逃げて取り繕ってきた側との勝敗はもはや火を見るよりも明らか。名誉毀損裁判で被告人が勝訴するという、おもろいことやってくれそう。ホムラちゃん訴えられて嬉しそう。コラボ側としてはエコーニュースさんが謝罪なり撤回なりしてくる予定だったのでは。私はエコーニュースさんを見始めたのは最近ですけれど、コラボの活動について真摯に取材し動画化することはあっても、名誉を傷つける内容は見た覚えがありませんわ。というわけでホムラちゃんファイトですわ。セブンナイツさんの活躍が楽しみやで。出てくるよね。法廷という公の場でさらなる爆弾を落とすのが目的だったエコニャさんに対して、そこ微妙じゃねってところをやっと見つけて鬼の首を取ったようにはしゃぐコラベン側が、滑稽すぎて逆に勘ぐってしまう。近隣住民団会うといつも元気に挨拶してくれて、子供たちも話し方が女の子みたいで面白いなんて言ってたので、まさか訴えられるような人だとは思いませんでした。扱っていたのはホムラさんが先で、今後も共闘することはないと思うけど、暇空さんとは別に頑張ってほしい。共闘連帯の悪さは相手先が散々示しているが、多数決や最大公約数を取らないと一つの意見にならず、また人数の分だけ隙ができてカウンターを受けやすいことだと思う。その点を十分承知されて、あえてしんどい道なのに一人一人で戦われているのだと思っています。応援しかできませんが応援しています。エコーニュースさんは古き良きジャーナリスト、足の軽さが最大の武器。コラボはじまる願望でもあるのだろうか。降りかかる火の粉は振り払わなければいけません。おめでとうおめでとう。 Twitter でホムラさんのコメントに返事してたら、ある議員にエコーニュースさんが訴える言われた後に、これも言われておいらのコメントに議員が反応してきたのはいい思い出。法廷でホムラちゃんの情報が公に公開されるというのが一番大きな利点。今まで人知れず取材してきたことが注目されて裁判所で日の目を見るんだから楽しみで仕方ない。エコーニュースで仕入れたネタが火を吹くわけか楽しみですな。あの人情報の火薬庫でしょ。炎上してる人が近づいたら爆発炎上すると思ってる。野生のボンバーマン。最後までご視聴ありがとうございました。